ああ、ダイエットしようと思って。ダイエットならないんですよ、夜私そう遅いえい。ばスコーン食べて終わってますね。昨日ですか？昨日あ、そうですか。甥っ子からもらったス大体コノリピーあれよね、お菓子食べない日ないもんね。ーン。そうですね。3日間我慢できます、お菓子。できますよ。そうですか。はい。最近の僕のヒットは、はい。金秀さんのはい。ポップコーンなんですよ。あ、ポップコーン、カネヒデの美味しいです美味しよいですね。めっね。ちゃ塩味濃いですよね。あれにカレー粉をまぶしたいんですけど、うん。事務所でパク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 食べたろうかなと思ってるんですけど、いいですかね。なんか昨日も夜ですか、何時ぐらいでしょうかね、10時過ぎぐらいから、はい。ちょっと大荷物を運び出してですね、車に積み、一人で積み、一個は事務所に持って帰りって、で、一個はゴミ捨てに行きって言って、大活躍してたんですけど、ふーんってなんか寂しい頑張りましたね。目して、なんか言うとけみたい違な います。お前がやっとけみたいな目してますけど、 まあ早寝早起きね。そうですはね。い。今日はまあラジ心オあが。るんでね、この時間ですけど、いつももっと早いんですよ。世界のウチナンチュなんですけど、はい。ずれましたけど、うん。世界のウチナンチュ、なんと1990年から第1回スターおお、トして、僕高校生ですね。もう20何年ですか、26年 J リーグが始まったぐらいです26か？年5ええ、ええ。年に1回の、 J リーグ始まった年かな？あ、そうですか。1990年あ、ね。そうなんですか。多分ね。90年か91年かどっちかじゃないですか。まだなんかその現地ですか、開催地っていうんですか、うん。行ったことないんですけど、世界のうちなんちゅうたいで、はあい、れどこなんですか？なんか昨日前夜祭で国際通りをパレードすごいみたいや、ですはい、ね。何人でした、5800人、何人でした、間違ってます、けた500ではないですよね、50058で万す人か、じゃないの？500ですかね、なんかすごい、あ、580人って少ないんじゃないはい、の？そうですよね、5800人ぐらい。580人って言ったら、あった、小学校一つ、そうでもっすよとやね、るで。やっぱ5800人は来うん。てるようですよね。何人いるのかな、世界に渡った世う界、ちなんちゅう。まあ、血が入ってるだけの人もいるでしょ、そそうでのすおね、じでいちもゃんとかおばあちゃんのね。このね、親のルーツっていうのすはごいね。元気なうちは全然感じられない、なんかないんです見けてみたいど、んだね。やはりいなくなって始めて、あ、親のルーツっていうのは分かりま気すによ。なり始めるっていうか、それは分かりますよ。やっぱり県内であれば誰か親戚にねうん、聞け聞けばばいいいいけけど。ど、県外海外になるとルーツを探うらないん。と一体あ、でもね、なんだろ沖縄ってう。ね、僕、まあ、いろんな家庭知るわけじゃないですけど、意外となんかほら、何、家系図って結構みんな持ってますよね。家系図持ってますよ、私ねも。はい。え。内調と意外と持ってないんだよね。なんでやねん。いや、わかんないですよ。なんか沖縄とみんな家系図、ね、あるから分かりやすいじゃないですか、まだね。どことどこがどうなってみたいな。うちも確かにさっき言ったルーツ知りたいっていうのがあって、親父福井でしょ？で、おかん大阪でしょ？親父のこの福井っていうのは、まあ、じいちゃん福井で、ばあちゃんが大阪でバスガイドしててっていう、なんか戦争で疎開で会って、なんか、あ、疎開じゃないな、結婚してから疎開したのかっていうのもあるんだけど、福井のルーツなんですよ、どっちにしても自分もね、血が入ってるんですよ。で、福井の木部町っていうのがある、木部小学校まであって、まあ近いんですよ、隣町なんですけど、なんか村があったっていうのを聞くんですけど、亡くなったら全員七右衛門に名前変わるらしいんですよ。七右衛門。でも七右衛門もいいかもしれない。かわ七いいでし右衛ょ。門神事になるんですか。違いますよ。何です下か。の名前が七あ、下の名右衛門。名字ちゃいますよ。名字変えんといてくださいよ。名字は木前。部君ですよ。七右衛門、いいんじゃないですか。そうそう、自分伸びる収めるじゃなくて。僕も名前七右衛門に変えようか七右な衛門いいとで思うすのよ。で。名詞七七右衛門に転変えびようか屋へん。置きで。いや、7しか空いてん。転んでばっかり。起き七らして右衛くれ門。や、言って。なんかいいね、ですね。で、じいちゃんは次男なんですけはい。ど、七郎なんですよ。七七が郎。入ってるんですよ。まあ、うあち、母方の親あ。戚に
七ちゃんおるんですけど、はい、七尾がおるんですけど、あ、まあ、全然関係ないんですよ。あ、そうですね、ラッキーセブン入ってるんですけど、でじいちゃんの方の長男は鉄男なんですよ、はい、なんでやねんなんでか分からないけど鉄男なんですよどっちでもいいんです、うん、で財産ほとんど持っていかれたりして、はい、なんか温泉してたらしくて、あの阿波露温泉わかります、はい、有名なとこあるんですけど、なんか全部食い潰したらしくて、 あんまり良くない長男らしくて、はい、まあこの、あ、どっちだ、あ、違う、で福井のこの地があって、福井にねこの何、あ、東尋坊ってあるんですよ、お坊さんの名前東尋坊、はい、自殺の名所なんですけど、うん、まあ、この辺は近くで自分たちもあのずっと子供の時ね年一回行くんですけど、海行ったりとかして、まあ、当時はサザエもアワビも取り放題ですよ、はい、バレないように潜って取ってたんですけど、このルーツを探りたいって福井のね、うん、思ってるんで、だんだん飽きてきました、顔がなんかもう飽きてきた顔してますけどね。いや、あの飽きてないです、ノリビの顔って分かるんですよじゃあまた同じこと言ってると思っていや、ラジオでは初めてやから、いや前も言ってたよね、あ、言うてた、言うてた福井のルーツ言ってたよ、言うてた、キベあの何でダーツの旅、七郎七郎ちゃうよ、さっき言ったばっかり七右衛門やん、バチ当たんね、本当に。七右衛門は初めて聞きましたけど、七右衛門いいでしょ、はい、七右衛門って名前好きなんですよ、うん、だから死んだおじいちゃん、自分たちも結構古いらしくて、うん、なんか材木やっぱり関係してたみたいで、貿易商だったらしくて北海道行ったりとかしてたらしいんですよ、船で、その兵嘘やろ、いやいやへー、絶対嘘、いやいや、目がなんかもう嘘の目してるの、なんか長三角になってる、長藤翔太郎さんが浮かんで材木だから、木の安心の、木の奥さん見かけましたね長藤材木店木の奥さんね、歩いてるの見かけた、宣伝しときました、翔太郎先輩これ宣伝なってんのかなで、あのひいおじいちゃんまでしかこれ分かんなくて、その先分かんないです。でも、うん、うちの親父が生きてる頃言ってるのはみんな七右衛門だと、うん、まあでもうちの親父が言うことだからほんまかどうか分からない、適当に言う時あるからねお父様エセなんですか、あの人福井ですよ出身、あの人エセ大阪人ですよ大阪弁やったけど、うん、あの人はあの高校とかは福井なんですよ、うん、中学もそうなのかな、三国高校、レンタロー、レンタルタフもう飽きてきてるやろ話ねじゃあ幼稚園の時ぐらいに戦争で大阪来てるって言って、逆に危ないやろって思うんやけどで幼稚園大阪行って、そこのまあ園長先生、自分が行ってた違う幼稚園の園長と同じだって、偶然一緒だった、うん、当時から若い園長さんだったらしくて、自分の時は大きなコロコロのおばあちゃんの園長、同じ人だ、経営が一緒だったらしくて、で高校とか全部あっちで、高校出てからこっち来たのかな親父が。そうなんですか。だから一応ルーツ福井なんです、あの人ね、うん、親父で生きている時はね、まあ、去年死んで、うん、聞くの好きだったんですよ僕、うん、福井の話とか、はい、で聞いてたんですけど、よく分かんなくて、みんな七右衛門や七右衛門やとか、うん、あの水族館に寄付したから昔は無料で入れたんやとかって、まあそれは本当だったらしいんですけど、いまだにある水族館なんです。うん、自分なんかそんな寄付するとかなんか言って金持ちの恩恵受けてないな、キベ家見返り求めたらダメですよ、求めますよいやでもまあうちの親父は兄弟3なんだし、まあまあ4人兄弟の3番目だし、うん、でうちのじいちゃんも次男だし、はい、っていうことでね、家も壊れ、うん、福井の家雪で潰れ、ね、井戸が残るという、この井戸が良くないらしくて、井戸ね、言われてるんですよ、ちゃんと閉めに行きなさい、あ、閉めてないんですか、勝手に閉まってるらしいですよ、家の中にあったんですよ井戸が、キッチンのとこにちゃんとね、お祓い、きっとあれ今入られへんはず、マムシいるはずよ、マムシ怖いですよ、ちょっと高台で海が丸見えなんです、うん、日本海ですけどね、うん、よかったですよ、行ってみますか、うん、儲けて慰安旅行で木部家ルーツの旅、ルーツの旅連れて行きますか、あのおじいちゃんが死ぬ前に、そうですね、わざわざ木部七右衛門の旅へ七右衛門のルーツを探しに行きますか、わざわざ探しに行こうぜ、でもね、魚は魚は美味しかったですよ沖縄もあるのかな、ゆかりちゃんが後ろでは笑ってますけどゆかりちゃんは今、ゆかりちゃんは今あれだよ、心がわさわさしてるんだよ
あの石垣であの大変な事件があったから、ね、あそうなんですか。大麻で逮捕されてる。あそうです、ね、あんまり言いたくないです。今日のニュースで言おうと思ってるからこれ大変だ、はい、あの世界のうちなんちゅうからあの世界のわざわざ福井の七右衛門の話にもずれまくりです。おるかもわからんよ福井の、うん、福井のねうちなんちゅうが、うちなんちゅう、あの世界のうちなんちゅうもありますから、今度は県外のね、あ全国のうちなんちゅうも開催すればいいですよね。いや同時にこれ来てるんじゃないですか。来てますかね各ね。うん、それで5800やっぱり少なくない。そう、もっといるでしょ。もっとね、まあ、まあ旅費かかるからね。そうなんですよね、うん、お金かかるから ね。でもできるだけね、うん、だけどすごいねこのちっちゃな島から、うん、住んでたらそんなちっちゃい思わんけど、うん、地図で見たらちっちゃいじゃないですか、沖縄本島ってね、はい、そこからこの当時何十年も前にね、うん、バーッと移民して、うん、その2世3世かがこう帰ってくるってすごいことですね、うん、はい、沖縄ってすごいね。そうですね、あのあそこアメリカ行ってる時も県人会っていうの参加したんです。したして、あの沖縄の方もたくさんいて、いるよね、それ県人会だからね。県人会でたくさんいろんなところのね県人会集まって、うん、ホームなんていう一品持ち寄りで、あのなんか学習発表会じゃないんですけど、この2世3世とお孫さん の、うん、あの金髪の方が流装着て踊ったりとか、うん、一生懸命一品持ち寄りがまた美味しい、うん、美味しかったですね。あのコメントいただきまして、リクエストはこれ9時過ぎてるから、はい、自分たちのリクエストですかね。そうですよね、 FM ギノワンピースコミュニケーションズの後ですからね、はい、あのちょっと探してもらいましょうか、ね、はい、ある、探したんですか、ね、ない、あなかったですね。ちょっとコメント読んでいただけます。私あのこの中の銀のホタルさん、はい、リクエストありがとうございます。ありがとうございます。コメントいただいて、鈴木ひろみつさんの気楽に行こうよがないらしいんで、他のリクエストまたあのお願いいたします。嬉しいですね、はい、ね、世界のうちなんちゅう大成功これね、なんか僕行きにくくて世界のうちなんちゅ大会に、はい、なん血が入ってないんですよ。何ですか、どこに行きにくいってこと。見に行きにくいじゃないですか。お祭りは参加したいんですけど、はいはい、なんか行きにくいです。なんでですか。行きにくくない。いや、あんたうちなんちゅだからじゃあなんかさ、はい、ちょっとでも血が入ってたらおーってできるけど、はい、なんかやりにくいですね。じゃあ僕見て喜んでますけどね、はい、おーなんかどっか俺は泣いちゃうだっていうのが残ってるんですよ。ないけど自分はあの泣いちゃうとかうちなんちとかっていう観点があんまりなくて、うん、同じ日本人みたいな、じゃあいいんじゃないですかって思ってるから、あんまりなんかそのね人がどうこうっていうのがなくて、うん、まああって楽しいだったら仲良くしようねっていうタイプだから、はいはい、それでいいんですよ何を坊さんか、はい、坊さんか坊主か、坊主いるもんね、はい、坊主います、身内にね坊主いるもんね、はい、何でもいるね、まあ、徳だけなんかドラえもんのドラえもん ないもんないね。私お腹がドラえもんになってきてますけど、本当だね。明日は世界のジノンチュ歓迎がギノワン市でも行われますので、市長主催でしたそれは分かりませんけどほらかあれいやあんまりね、ギノワン市主催なのかな、市長主催なのかな。あのギノワン市からもたくさん海外へ出た方もいっぱい、はい、いますので、当時内地に行くのも海外みたいなもんだよ ね。そうですね、昔は ね。そうですね、もうだってもう雰囲気から生活文化全然違うところにね、沖縄から行くわけですから、はい、で昔はやっぱりちょっと差別もあったって聞きますよね。なんか今ほどね、みんななんか同じ国で頑張ろうみたいな、うん、昔はなかったんじゃないかな。そうですね、沖縄人お断りとかありますからね。いやだって内地から沖縄来た時でもね、うん、やっぱりそういう、うん、ろくなもんがいないっていう、ね、みんなね、あの一部の人間が嫌な思いしてるからね、嫌な思いをさせられたり、うん、さしたり、まあみんなね、あるからね、はい、モラルを持って、うん、
やっぱり昔は地元っていうのがやっぱり強いし、はい、違う地域っていうのは生活文化も違うから、はい、それがねおかしいってなったりもしたんでしょうね、うん、今こうやってもメディアも広がり、うん、テレビなんかをね、うんはい、当たり前に見れるから、あこれが普通なんだみたいな、違って当たり前っていうね、はい、文化とかね、うん、沖縄の残った若者たち、うん、子供たちに引き継いでいってもらえたらいいっていう、なんかどんなね文化でも沖縄は沖縄でそうやって生きてきたんだから、はい、大事にしながらね、はい、変わるとこは変わる、だけど残すものはいいものはね、うん、ちゃんと忘れずに消すんじゃなくね、うんはい、知っておくっていうのは大事かもね。それが発祥のね、うん、交流のためにシンポジウムとかも開催されますので、皆さんどんどん30日まで楽しんでいただいたらいいなと思います。天気も良くなりましたのでね、良、うん、かったです。ではリクエストがないから、ね、あのいただいてなかったんですけども、曲何行くんですか、行きたいと思います。あの浦島太郎さんの、こう曲名なんでした、海の声、これ好きですね、あの世界のうちなんちだからクリティープレゼンス何をゆかりちゃんすごいな、私の写真何がちょっと待って、ミッキー、あ前ミッキーやったっけ、前ミッキーやった、前ミッキーやった、もう一回ミッキーやろ、私のリクエストしたいのが、言いなさいよ、ナビピープレゼンス俺の時だけど、キベシンジのリクエストAKB ファン、アイコン変わってるで、チャラくない AKB ファンさんなってんね、前チャラいだったさ、今チャラくないんやってね、声聞こえてんのかな、 歌ないだ聞こえてない、あ聞こえてる、聞こえてるチャラくない AKB ファンさん、おはようございます、チャラくなくなったわけですねで、なんかあの写真もなんかキリッとした感じのコンタクトが合わなくて見えないんですよ。ね、ぼやけて、目大きいね、本当にね。ぼやけて、目小さい。得だけでは小さい。本当に、あれだね。目の玉の、目の玉の5分の4ぐらい黒目だね。白目なくなるんじゃない、目玉、でかすぎて飛び出てこれ、全部黒目だったら本当に宇宙人みたいになるんじゃない、コンタクトないんだよ、特注黒目に合わせて、でもなんか前も言ったけど中の茶色いとこのちっちゃくなったり大きくするところの大きさだけのコンタクトもあるらしいから、まつげがね、本当はあのまつげが眼球に刺さってるので、それを保護するためにコンタクトを勧められてるんですけど、前眼球行ったりですよね、あれコンタクト度数が合わなくてこうなった、銀の蛍さん、おはようございます、おはようございます、こんなんのかしこまってね、キベさん、ノリピーさんなんて言わずにね、はい、ノリピーでいいって、はい、僕なんかもう大体最近はもうベッキーって言われて、ベッキーテレビで出したからもうベッキーでいいんじゃないかなとあれベッキーって皆さんどう思います、背中、誰のベッキーのこと、僕ちゃいますよ本物も偽物も分からんけど、俺の背中って言われても俺の背中は怖いですね、どう思います、あるかな、コメント、金子真代さん、金子真代さん、月曜日にこっちでやってるよ、ね、モーニングエイトの、わかるわかる、写真だけは喋ったことない、呼んでもらっていいですか、あれば、うん、あの君にうがなびら、あります、ある、ね、じゃあこれを沖縄バージョンで、ね、キリちゃんは沖縄じゃないですけど、大阪ですよ、豊中じゃないですか、あのベッキーの話です、はい、どうですかあの背中、背中ガリガリですねなんか悪意がえベッキーあのやんでっか
切りますか。僕が切りますか。パッツン行きますか。あのデコの半分ぐらいからパッツン行きます。明日はもう今日からみんなあの各市町村ね、5800人プラスアルファが週末に、はい、週末だからこそなのかな。ホロホロしてますね。ホロホロですよ。ホロホロってハワイ語で観光。あ、そうなの。観光ホロホロしてますから、皆さん交通ね、車には気をつけて運転してください。多分レンタカーもねたくさん走ってると思うんですけど。大変だ ねバス時間余裕を持って行動してた方がいいです。明後日か。ピースコミュニケーションズのいつもありがとう。はい、毎度。この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供で1時間お送りしております。ピースウェディングのコーナーです。はい、昨日ですよ、ようやく大きな荷物を運び出せまして、はい、一人で、はい、終わりそうです。今日招待状を手書きで作るためにカード買いに行こうかなと思って、はい、いつもお世話になってる会社に届けに行こうか、明日明後日ぐらいで届けて、はい、来週ぐらいに開けようかなと思ってですね、うん、なんとなくねもういつでも開けれる状態なんですけど、はい、なんかね納得するとこまでできてないというか。そうですね、素材が届いてないものもまだあって、はい、まあ、今日エアコンつけに来るんでね、もう涼しくなるんですけど、まあ、暑かったですから ね、僕着替えどんだけ毎日持っていくのっていうぐらい持っていってたんですけど、運動しない分汗、運動してますよ、僕ビーチサッカーしてますから。ビーチサッカー、ビーチサッカー、まだ3回目。3回目じゃ3回終わってまんねん。3回、こないだなかったからね、大会があったからね。あれなんか自分が出てないのもおかしいなと思ったりしてたんだけど、でも僕ね本当にビーチサッカー難しい、ね、普通のサッカーはまあまあやってきたからいいけど、見てはいけないものも見てしまいましたけど、宮平先輩に早く紹介いただかないといけなくてですね、既読する、既読する、もう一回ちょっと送ってもらえませんか。はい、普通のサッカーの方が僕はまだね、ボールさばきが、球さばきがちょっとなんか変な話になりそうなんでやめときましょうね。何でした、七七右衛門、七右衛門にはちょっと紹介できないなって思ってるかもしれない。七右衛門、本当に俺七右衛門の名前使おうかな。七右衛門にはなんか七右衛門ってなんか可愛いよね、名前ね。どんな字だったのかな、今となっては分からんな。七右衛門、七に護衛の A でしょ、に門、文学の文にしときますか。門はあれでしょ、桜田門外の門でしょ。にします護衛門とかなんか能って入ってたよね。うん、なんか漢字一つ多いよね。木部七右衛門、木部七右衛門いいんじゃないですか。いい、ね、名刺って別にいいもんね、うん、はい、違う名前使ってもね、はい、心を改めるチャンスですよ、木部七右衛門。これでもなくなったら七右衛門になるんですよ。自分まだピンピンしてますよ。大丈夫ですか。いや、大丈夫です。こういうことをね、おかんに聞いてもおかん知らんのよね、福井のこと。困ったもんで、おかんこれ親父からちょっと聞いてるけど、名前改名しそうですね、吉田に。俺お母さん、おかんね、あれ幼稚よ。なんか話聞いてると、なんかもう吉田に戻ろうとしてます ね。うちのばあちゃん吉田花子、どこにでもある。じゃあ本当に吉田に戻るんじゃない、まあ、あなたのルーツは木部ですからね。いや僕は木部をずっと推してるから、おかんにもだいぶ説教したぐらいですよ、勝手に回収するなと、はいはい、なんだ、ナムアミダブツから、あ違う、南明法蓮華経だったんですよ、木部家うちね。でじいちゃん死んだ時も南明法蓮華経、南明法蓮華経やってたんですよ。うちの親父が死んだ時、おかんよ、何考えたか知らんけど、まあおかんの方のじいちゃんばあちゃん吉田家、生身動物だからと買い上がってよ。
親父の葬式南無法蓮華経じゃなかったで、ね、南無阿弥陀仏にがこれあかんやろって言って、生きてる時からこの議論は木部家あったんですよ。自分はもう絶対許さんって、こういうのうるさい人で絶対許さんからなって。でも負けちゃいました。おかんも、おかんも絶対譲らんって言ってで親父はもうどっちでもいいと、だけどおかんはおかんの自分の時にやれって言ってたんですよ。そうやったらええと、うん親父の時に変わる変えて今もあのほら何あれ位牌、位牌の中に戒名入るでしょ、はい、あれも違うじゃないですか宗派で、またもう変わってるんですよ。どうすんねんということで、まあでもね、じいちゃん自体がもともとは南無阿弥陀仏だったのが、はい、友達がなんかもういなくなると預かってくれとぶれやすいじいちゃん自体が仏壇預かってくれ言われて預かったのが南無法蓮華経だった。もともとは南無阿弥陀仏だったらしくて、まあ戻ってきたかなっていう感じでいいんじゃないかなと思って、結局委員会、いやなんか引っかかるんですよ僕はね、なんか引っかかるんですよこの喉はその引っかかりじゃないですか同じ病気だからね、これね、同じ病気だ、自分がんちゃうわって。でも喉のこの溶連菌の時からずっと喉が痛くて、実は溶連菌ちゃうんちゃうかな、溶連菌でもなかったです、マイナス出てたから ねだけど溶連菌って言ってたよね、うん、だから検査行きたいんですよ、うん、でも紹介状内で行けないって言うから、うん、結局病院行けないんですよ、うん、まあ菌はもう出してないからいいんですけどね、うん、うん、まあブライダルの話からなんでこうなったのかなっていうところもあるんですけど、うん、はい、まあいつでももう呼べますから、はい、でもなんかね呼びたいんだけど、もちろん来てもらうために今カードも作ってるんですけど、うん、タイルカーペットが発注がまだ届かなくてですね、変えたいじゃないですか色も、あれ自分で貼るんですけど、もうあれが終わったらもうちょっと片付けて掃除したらもう一応終わりなんですよ。で発注したものが届かないものがまだあって、カーテンとかもそうだしね、特注ですか、あのあと何衣装も発注かけたやつがまだ来ないので見せれるんですけど、なんか自分の中ではちゃんと完璧にしてから見ていただきたいなっていう、まあ、あの営業はそのままやってますから、やってますからね、はい、揃ってから、この間いきなりお客さん来たんですよ、うん、でもあの可愛い女の子たちも学校帰り、ね、学校帰りもみんな言ってくれますよ、ね、かわいい、あの綺麗かわいい、ね、憧れに、ね、なってもらいたいです。みんな通りがかりで見ていってもらって、うん、うわーって驚いてくれて、うん、もうあの結婚予備軍ですから、昨日 ねあと何十年後先になるか分からない小学1年生の女の子がね、ずっとハーフの女の子、お母さんがお迎えに行って、もうずっとお母さん先奥にいるんですけど、走って見に来てたね、見に来てそこであのお母さんを待って、ね、中入ってくれたらいいのにね、なんか言いにくいのね、ちっちゃい女の子にね、中入って待っといていいよって言ったら、なんか最近ね、最近は物騒だからなんか勘違いされるから、儀乃庵所からもあの不審者情報がすごいですからね、連れ去りのだからちょっとね、七右衛門もね、ちょっと危険な匂いがしますから七右衛門、誰のことかなまだなんかなじまんわ、はい、うちの七右衛門は多分大丈夫ですね、皆さんあの覗きに、うちの七右衛門やらんわそんなこと覗きに来て、うちの七右衛門あのわしにもちっちゃい娘おるからそんなことせんわ隣にあのお姉さま方もいますので、危険なことがあったらうちの娘も名前変えて七右衛門にしますかね、七子にしたら、七子なんか嫌です、なんかあの怪談番組出てきそうな名前で七子がね七右衛門、全員七右衛門するかね、いいですね、はい、また来月さ、来月か来年になるかわからないんですけど、ドシチエモンがあの移動になりますからね、これもまた あの楽しみですね、そうですね、うちの会社からね、一、うん、人ごっついね、あ、はい、コメントいただきました、カッシーさんおはようございます、カッシーさんおはようございます、あのあれなんですよ、あの衣装が、はい、ドレスが今リメイクプラス新しいやつ購入 3,4 着しますけど、はい、入ってきますけど、うん、流装2着やったでしょ、うん、まあ、着物そんな数まで詳しく、うん、やったでしょ、はい、まあ、他にもあるんですけど、はい、まあ、着れるものが新しいのもあるんですけど、はい、これのモデルさん、はい、うちあのスタジオにもなちょっと使える事務所にしたので、はい、モデルさん募集したいなと思ってて、はい、ホームページにアップするためのモデルさん、はいはい、カップルでもいいです、うん、
うちの看板はお客さん、うん、モデルも OK っていうお客さんね、はい、を看板にしてますから、うん、こういった感じでモデルとしてちょっと、うん、お願いしたいなと、新しいドレス、うん、リメイクしたドレス着てもらいたいなっていうのがあって、これも募集してますんでね、うん、ぜひ来ていただけたらと。あとはもう一回ねホテルでの結婚式もいいけども、豪華でいいけども、うん、ちょっとなんか自分らしさを出したいっていう人は一度自分たちのねこのサロンに来ていただければ、こんなのやりますよあんなのやりますよって多分びっくりするはずね、はい、こんなんできるんですか、あんなんできるんですかって多分びっくりするはずで、自分たちのみのオリジナル、みんなオリジナルを歌うんですけど、もう多分負けないですね、企画というかイメージは思うんですよ。どんなですか、自分たちもうやりすぎでしょっていうぐらい考えますから、予算も別にそんなにねホテルでやるのと変わんないぐらいじゃないですか。それより安い場合もね、多々出てきますよね、手作りだからこそ安いっていうねパターンもありますから、はい、もう本当に1回やって、まあ、2回やらんけど来てくださいと、はい、話しましょうと、過去のやつもお見せしますしね、はい、ここであんまり言えないんですけど、はい、何でもやります、はい、できないことないですね、ヘリ飛ばしますか、はい、いっぱいありますね、宜野湾の中ではそういったものに協力してもらえる ね、覗きに来て、まずは覗きに来てください、はい、年齢問わず問わず本当にうちらはいいですよ、はい、年齢問わずでね、遊びに来てもらったら、結婚式できなかったっていうね、うん、方がいらっしゃったら写真だけでもね、僕ね営業厚かましいんですよ大体が、うん、行ったら大体ねぎるでしょ、得意先とかにねぎるわけじゃないですよ、うん、買い物行ったらねぎったりすごくちょっとこれ交渉するんですけど、逆に、うん、こんな事情なんですよって涙もろく訴えられたらいいですよっていうタイプなんですよ、うん、逆に。だからそういうのも話してもらったら、うん、その人たちあったプランと予算の中でいいものできますから、うん、はい、ね、で自分たちには映像のね、はい、撮影プロ集団がねいつもバックアップしてもらってますから、はい、国営ビデオさんね紹介しておきますか、国営ビデオさんのね、はい、はい、国営ビデオさんは宜野湾市宜野湾にあります。宜野湾市役所国道330から那覇向け走行しまして、はい、永田交差点手前の方に右側に赤い看板、はい、バイク屋さんの看板が見えてきますので、はい、そこから右折していただいて、はい、右折してから、ヤシの木が2本出てくるまで、はい、カーブミラーが出てきます。そこを左折していただいてですね、まあ、白いお家のところにねヤシの木2本立ってますから、はい、そこにカーブミラーもあるんで、それを目印にずっと走ってもらって、はい、右手ですね、右手に出てくるんでそこを左に曲がってください、はい、もうそのまままっすぐ行くとね、青い青と黄色の DVD 編集っていう看板がねすぐ分かりますよ、道路側にね看板立ってるんで分かりますんで、そこに駐車場何台か止めれますから、はい、好きなとこ止めていただいて、横に入り口があるんでねトントンって毎度って言って行っていただければ、はい、元気なスタッフの方がねいらっしゃいませって出てきてくれるんでね、はい、住所が宜野湾市宜野湾 1-13-22 宜野湾市宜野湾 1-13-22、 またちょっと道に迷いましたらお電話番号、お問い合わせ等は098-892-4454 098-892-4454、 国営ビデオさん婚礼イベント等の映像記録、写真撮影、音響施工、制作業務、編集、技術者の派遣などを学校のね運動会なんかもね、はい、撮影してるっていうことなんでね、はい、流部も撮りに行ったりもしてるっていう、はい、でそうそう、これ言うと社長ね、今日聞けてるのか聞けてないかちょっと分かんないんですけど、はい、先週、あ、今週の、はい、2、3日前にちょっとうちの前通ってもらって車止めてもらって、はい、いろんな話ちょっとしてたんですけど、はい、体調壊してるみたいな、風邪ひいた、喉やられたっていうことでね、はい、まさか自分のって思ったりしたんですけど、合ってるじゃないですか、まあ拝見しなかったら違うと思うんですけど、でそれで来週、まあ、治れば今週中に治って、はい、来週ね社長とちょっと北部に行く用事があって、はい、楽しみにしてるんですよ、はい、一緒に行こうって言っていただいて、お大事にしてください、ね、早く直していただいて、車ね、はい、自分たちもあるんで出して、はい、一緒にね見に行きましょう、はい、これが楽しみでですね、
早く行きたいですね。はい、これを待ちながら、まだブライダルの打ち合わせもしながら、はいね、あのまた自分もこれ完成して皆さんにお披露目できるときに、もうそろそろできるんですけども、納得いかないところが何点かあるだけなんですけど、はい、もう呼べる状態ではあるんですけど、その時にはちゃんと招待状、皆さんスタッフの方にもね、うん、お声かけして来ていただいて、遊びに来てください、ね、お待ちしております。リクエストいきますか。はい、お願いします。ガネコマヨさんの君にうがなびら。ウガナビラってどういう意味ですか？なんか中ガナビラみたいなのあるんですよ。中ガナビラは何？ユカルちゃんじゃないですか？わかるでしょ、ね、方言世代でしょ。中ガナビラは何？中ガナビラ。中ガナビラ。中ガナビラはこんにちは。こんにちは。中が今日で、ウガムーンがオガム、あ、お辞儀みたいな、ありましてみたいな形で、こんにちは、丁寧な言葉。じゃあそれを簡単にしたのがハイサイなわけ。女性はハイサイ。おカブルさんの言葉ね、こんにちは。ハイサイはどんな感じ？マイドみたいな軽い感じなのかな。そうですね。じゃあの得意先とかちゃんと挨拶するときは中華のビラーみたいなね。目上の人みたいな。違う、うん、じゃあノリピンに中華のビラ。中華のビラ。中華のビラ。なんかハイサイは、や調子はどうの感じで気軽に使える言葉みたいな。でもあのファミリーマートの ATM は生意気ですね。ハイサイ。ハイタイでしょ。あれ、ほんでね、音でかいんですよ。あれだと強盗にあったらどうしようかなと。生意気ですね。いや、あのね、コンビニの ATM の音消してほしい。恥ずかしいよね、コンビニね。やめてくれんかな、あの。よくコンビニ入った、入ったいばっかり。どんだけお金下ろすねんと。僕、大浦さんとね、ATM パンクするんですよ。こっそり。僕、あの、一日も何百万貯まっていくんですよ。こっそりやの。嘘ですけど。こっそりなんかよく聞こえないと思ってるのか。違う。ハイタイ。なんかね、あのないから誰か入れてくれてないかなと思って確認行くんですよ。まあまあそういう方。いつからですかね、銀行のね ATM 小銭使えなくなったの。もう何年も前からですけど、昔は小銭使えたじゃないですか。わかんないです。あまりあのコンビニの ATM は利用しない。いやコンビニだけじゃなくてよ、銀行の ATM も、うん、昔は小銭も下ろせたんですよ。なんか古い。店舗だけになってますかね今。でもおかしいでしょ、口座に。別に今そんなことないんだけど、昔よ、本当にもう大阪住んでた時も小銭でしか生活できないっていうぐらい貧しくなったことがあるんですよ、うん、そしたら500円600円を下ろすために100円とか取られるわけですよ、手数料だけど。それで何か買いに行こうとか思うわけですよ、うん、飯でも食わんとって。今1000円単位じゃないと下ろせないでしょ。1000円きっかり入ってても下ろせないんですよ、手数料で。手数料どんどん取り始めてますね、うん、ってことは預けてるお金出せないんで、おいって思いません？びっくりしたのが、窓口行けってことか。普天あの近い銀行さんね、近いんですけど、前はコンビニ手数料取られなかったじゃないですか、うん、流銀とか書かれてるところとか、うん、その専用のあるじゃないですか。いきなりあの引き出しただけ手数200円ってな、消費税まできっちりとな。びっくりしましたね。預けてる金利以上に取りすぎやろな。びっくりしました。せめて金利もそれぐらいつけれ。いやちょっとそこまでいけば銀行があったのにっていう。自分はあの会社のやつ全部もうノリピに振り込みとかやってもらってるから、自分はあんまり使うことないんですけど、内地の都市銀行同士だったら、はい、手数料かかんないんですよ、振り込み、うん、こっちあれでしょ、同じ流銀同士、お金銀同士でも手数料かかるでしょ。前は同じ支店かかってなかったよね。かかってなかったん、急に今取るよ ね, ね。だからこれなんでっていうのがあって、高くね。CM 明けはどうしますか。ニュース、ニュース行くかね。ニュース行きます。もう、レサートでいいでしょ。もう時間が
喋りすぎだね。今日だいぶ喋ったね。福井のルーツが世界のうちなんちから。福井のルーツに。なんか今日あの白だから膨張してますね私。膨張ちゃうそのままやで。最近太ってです。もうニュースのコーナーやそれも。膨張膨張太りまくりですけど、それニュースで言うと本当にニュースですよ、ね、キベシンジニュース。この中ピンピンないんです。まあいいや。なんかニュース、今日のニュース、ノリピーが何だった、あの増量、ノリピー増量続けております。ノリピー増量止まらぬ、続けております止まらず困っているニュース、はいはい、1日だいたい、はい、あの1キロぐらい増えていって、今何キロぐらいですか、58、9ぐらいですか。なんやねん、なんでやねん。ノリピー増量です。でちゃんとあの言うと、あの高木さやさん、はい、ショックですね。まあショックっていうか、この方前から合法を訴えてますけど、訴えてましたね。 やってたっていうことで、大麻吸引かってクエスチョンマーク書いてますけども、うん、あのダメですよ、ダメなもん。まあ医療用のものとかだったらまだね、うん、医療で使う仕方ない、これ自分でやったらダメですよ。もういいものはいい、悪いものもあり、うん、薬ダメです。あの逮捕されましたね。これまたあの石垣島っていうことでね、このイメージもあるじゃないですか、やめときましょう、うん、ね、こういうね沖縄のイメージ悪くなります。はい。で、今日朝ニュースでもやってましたけど、電車内で化粧みっともない東急の広告に賛否っていうことで、ニュースでも朝やってましたね。あの小倉さんが朝反対だって言って、はい、私は注意するかもしれませんねみたいな、さっき言ってましたけど、あの電車内の化粧、本当に自分もあの大阪されとった時よく見ますよ。ああそうですか。化粧やっとるわって、化けとるわって。でもその、メイクしてないが してないことが嫌だからメイクするんですよね。まあ、あのこれね、まあ、日本ってなんかそういうちょっと人前では化粧するのをなんていうのしてから出てくるっていう、昔の人そうじゃないですか。でもどこもそうじゃないですか。日本だけじゃないですか、うん、だから人前でやるなってことでしょ、うん、見てて気分がいいもんじゃないと、うん、まあそれ言うとはね、匂いもありますよ。55なんとかの蓬莱もね、蓬莱言っても出るあれ電車乗ったら誰かが買ったなっての分かるんですけど、まあでも人がね、まあ、それとこれとは、うん、化粧はね自分も見ててやっとるわっていう感じでね、よくないなっていう。で多いんですか。うん、多いみたいよ。うん、よく見るよ毎朝。まあ同じ人も見るし、違う人はまだやっとるわみたいな、時間ない委員会言うて会社ついてからやればいいのにね。うん、ちょっとねトイレでね、会社にあの見られちゃ困る。他の人はじゃ見られて通れないのかな顔が違ってねそんな変わんのかな化粧って。そんなことないやろ。で、あの駐車場に乳児を放置、殺人容疑で女子高生を逮捕ということで、これなんか詳しく読んでないですけど、なんで女子高生が男の赤ちゃんを、あ、出産し、高校生が、でそのままトイレ脇の植え込みに、なんでまた植え込みにって、生きてる人間もうめちゃくちゃしよんね。ダメですよこんなことばっかり、もうやめてほしいね。やめてほしい、うん、もうなんか悲しいニュースですね本当にね、嫌です。はい。で、これはもうあんまり言いたくないんですけど、まあこれ沖縄県議会土人発言の抗議決議可決へ、はい、自民は反対ということで、これもう言葉のこのね言うのはもう絶対ダメですよ本当に。そういう差別用語使うとかはダメですけど、うん、一応報道としてはこうなぜこれを言ったのかっていうね、まあ、言ってしまった人も完全に悪いですよ当然。こういう言葉はね、そこまで行く経緯も全部ねやっぱりいろんな人に知ってもらいたい。まあ知ってもらったら、もちろん言った人は絶対的にこれ悪くないってことにはならないですよ、ならないんですけど、それまでのねこういうことになったこともやっぱり知っとかんといかんかなとは思ってますね。
あとはね、これも高木容疑者、高木沙耶さん、さっきのねやつなんですけど、はい、相棒公式サイトから消えた相棒出てたでしょ、ね、出てたみたいです。公式サイト最近早いね、対応がね、うん、で自分なんかもう違和感あるのが、なんか事件起こしたらすぐテレビでも容疑者って言うじゃないですか、はい、あれなんで間違いないんだけど、昔は誰々さんみたいな言い方してたけど、最近は捕まったらすぐ、まあ清原もそうだけど、うん、清原容疑者、高木容疑者、すぐ容疑者ってつけるよね。なんかそこに違和感があってからさ、ふーんで終わったまあまあ高木容疑者に高須氏熱烈オファー、裸一貫から出直せ、脱げってことですかね。高須クリニックですか。違いますけど高須クリニックをオファー出さへん、もう時間ないわ、はい、閉めてください、はい、この番組は株式会社ピースコミュニケーションズの1時間お送りしました。ニュースなんかごちゃごちゃ切れが悪かったですけど失礼だ皆さん、あの来週はいいニュースが、最近ニュースね、結構いい日、うん、いい感じになって、世界のウチナンチュ大会ね、はい、いい話ですか、うん、このニュースもやっときたかったんですけど、うん、そうですね、ちょっと話したんでね、はい、よかったです。来週またうん、いいニュースが聞けるかと思いますので、はい、来週木曜日9時より株式会社ピースコミュニケーションズのいつもありがとうをお届けいたします。はい、コメント、はい、時間内はチャオってことで、はい、AKB ファンさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。チャオ。